それモリタートって曲じゃねえの？うん、そうそう、サンモンオペラで歌われるよね。モリタートだよ。ジャズか、ジャズの音楽聴きたいなっていう人の初心者用のレコードっていうか、すごいもう達人の、あのテナーサックスプレイヤーがいて、ソニー・ロリンズっていう、その人がその三文オペラっていう、まあ歌劇で演奏するスタンダードのこういうモリタートって曲ね。これのアドリブがもうすごい、もう名演奏だから、初心者にまずジャズ聴きたいんだったら、その中ジャズのおすすめの初心者用のレコードでこれだけは聴いときなさいよっていう、まあ入門ガイドのそういう本とか、まあ雑誌とかに取り上げられるアルバムがあるんだけど、サクソフォン闘牛場っていうね、ラッパ闘牛場でなんだそれっていう、まあそのジャズの世界では有名な曲をモチーフにね、スタンダードをモチーフにして、あのアドリブをいかに、なんていうの、その歌ではなく即興演奏を競い合う時代がいつの頃からができた。で、まあモリタートはモチーフとしての曲で、使われたんだけど、そこでの即興演奏がとても評価されたんで、初心者でジャズを聴く耳を養うんだったらこのアルバム聴けよっていう、まあ先輩とかな、お父さんお母さんとか、まあおじいさんとかに教えられる、とりあえず聴いとけよっていう、俺はソニー・ロリンズの好きなアルバムで言うと、ゴーアウトウエストかな、なんとかウエスト、あの人ニューヨークで活躍した人なんだけど、あのなんかカーボーイみたいな格好して、あれこれ西部劇の格好してんのっていう、ちょっと兄貴ご乱心っていうような、まあ地域の、ね、ローカルの縄張りにこだわる人にとっては、あれサニーの兄貴一体何考えてあんな格好してんだろうっていうな、いう、まあモチーフな、まあいわゆるその元ネタっていうか題材だよ。その俺は演劇の世界とかよくわかんないんだけど、まあその原作ってあるじゃん、まあアニメの世界でも原作ってある、原作に忠実に演奏することが名演奏という世界ではないから、あのアニメでも今風にアレンジすることが、しかもアニメは即興演奏無理だけど演劇では即興劇ってあるよね。だから原作を忠実に脚本通りに演技できるそういう達人もいるんだけど、そのそれを題材としてすごく個性のある演技、見たことねえような、それあの題材素材にな、料理の素材に選んだのに、そんなあの画期的なことやっちゃうのっていうので評価される人だった。そう、君そのあり合わせの食材でそういうこと、こんな料理作ったのって、もっぺん作れるって、うん、作れるかもしんないけど全く同じには同じ味は出せないかもねって、まあだってあの素材がいくら同じでもその時の季節の野菜とかその素材、各素材のコンディションがちょうどいい時ってあるじゃん、うん、そういう、まあ料理で言った方がいいのかな、まあ料理の素材のことね。だから同じ人参と、まあなんていうの、昆布だしとか、まあいろいろあるよな、昆布だし使うかとか、いりこだし使うかとか、それを組み合わせて、あれあり合わせの
料理の素材でそんなことやっちゃうって天才かもよとか、料理の才能あんのかもよっていうのが、まあ音楽の世界でもそういう人たちっているんだけど、これはまあいわゆる素材の部分を、でまあいわゆるオペラなのか歌劇なのか知んないけど、サーモンオペラっていう演劇の中で演奏される誰もが知ってる曲を思いもよらない名演奏を残した人だから、まあそれ有名なんだけど、うん、それでまあそれはマックヒースっていう、マックっていうとあのハンバーガーショップのことなの、たくさんお店がどこ行ってもあるよねっていう、まあマクドナルドはどこ行っても同じ味なんだけど、マックヒースの物語をあのその思いもよらない名演技をしたんだな、サクソフォンでな。だからあのそういう世界、この人がやる、まあそのまあ楽譜通りに演奏したとしてもその人しかできないことあるよね、あの出せない音ってあるじゃん、楽譜通りだとしても、ね、しかも即興演奏でそれをやっちゃったんだな。まあ他のライバルミュージシャンからはだいぶジェラシーでさ、あいつがいるとちょっとやりにくいんだよなっていう世界だった。まあライバルっていうか一番有名なミュージシャンでジョン・コルトレーンっていう、まあ男前だし、まあソニー・ロリンズも男前なイケメンなんだけど、まあ普通ジャズ聴こうかな、なんか即興演奏すごそうなの聴こうかなってやつはジョン・コルトレーンをよく聴くし、俺も嫌いではないし、まああれなんだけど、なんていうかな、歌心っていうの、あこの人があの楽器やるとなんかな、日本語の表現でどう言えばいいのか、まあすごい陳腐な表現でしか俺言葉のそういうのあの分かりやすく伝えるの難しいんだけど、まあハートがこもってるねっていうような音を、しかも天才的な技でやる人、うん、まあジョン・コルトレーンはまあそれなりにあるんだけどね、あの人は生活スタイルの方が特にあのファンに受けた人、うん、いやジョン・コルトレーンに失礼なんじゃないのとか言われるんだけど、まあソニー・ロリンズはそういう天才的なあの即興演奏とか音色が出せる人だったから、ライバルミュージシャンにすごくジェラシーで嫉妬心で、あのまあいろいろあれいじめっていうんかな、まあソニー・ロリンズがあの演奏しにくいようにさせられちゃったんだな。まあ例えば俺は演奏とは関係あったかどうかは知んないけど、まあ今よりもギターっていうのは若い頃そんなに人に教わらなくても意外と弾けたもの、ね、パッともらってその教室とか行かなくてもそれなりのギターが弾けた年頃の時もあったんだけど、まあある時病院に入ってその治療薬飲むと、逆に病気を治すってことはあの他のことをできるためにそのお薬をの飲まなきゃいけない状態なんだけど、まあ楽器に関しては全く逆に障害ハンディキャップを背負ってしまうことになっちゃった。それであの自動演奏のマシンを、まあいわゆるハンディキャップのある人が車椅子乗ったり松葉杖ついたりするじゃん、まあそういう助け、他の道具の助けが必要だっただし、まあいまだに そっちばっかり触らなきゃいけない、音楽が作れない状態だったから、あのギターがすごいハンディキャップ持ったような体の状態になってしまったので、あのそっちの方でギター、まあ特にギターなんでギターの方で
あのハンデを背負ってしまったので、それでまあそのハンデキャップミュージシャン用の機材を使わなきゃいけなくなったんだけど、まあ意外とそれがドラムのプログラミングとかな、そういうのに関してはまあいわゆる車椅子バスケですげえスタープレイヤーとかいるわけじゃん。まあ車椅子プレイヤーと俺の自動演奏マシーンのプログラムの仕方が全く同じかっていうと、それはまたその共通点を探すことは車椅子バスケットボールのスタープレイヤーっていうか、まあいわゆる日本代表とか、まあ世界で金メダル取るような人のことをじっくり見たことはないんだけど、まあそういうことができてんのかなっていうぐらい、他の人がどうやったらそういうグルーブってまあノリのことなんだけど、直訳すれば溝なんだけどね、それが出せんのか知りたかったんだろうし、まあ別に俺と一緒に生活してたらまあそれわかるかもしれないし、わからないかもしれないけど、ただ音楽が好きか嫌いかっていうだけではわからないし、そこの楽譜通りの音符の感覚で打ち込めば、プログラムすればそういう音が出せるかなと思って、まあやる人が多かったらしいやってみてもできないっていう、まあそれそのいわゆるうちは散髪屋さんなんだけど、バーバーショップヘアカットのね、特にカリスマヘアカッターではない、うちの両親はな。だけどまあ最近みたいにバリカンでも指導で習う時代ではなかったし、バリカンの使い方、手動のバリカン使う人っていうのは電動のバリカン、最近はもう自宅で各個人丸刈りとかな、そのいろんな髪の長さがバリカンで調節できるテクノロジーの発信で発達で、そういうバリカンもある、ね、お金さえ出せばね。だけどそういうバリカンを使ったとしても、なんか店行かねえと、同じ丸刈りでもなんか同じようになんねえな、同じバリカン使ってんのかな、バリカン変えりゃいいだけなのかなとか、まあ他の技術者が見てわかんねえとかあるんだろうとは思うんだけど、まあバリカンの話になるんだけどね、例えばバーバーショップっていうまあアメリカ映画があるんだけど、まあアメリカでその店は大抵髪がカールしたな、カーリーヘアのお客さんが多いんで、もともとこうなんてくせ毛、日本人から言わせればくせ毛ストレートヘアじゃないお客さんが多いお店だから、バリカンの使い方すごい、いわゆるストレートヘア用だけにバリカンの使い方を習う人の技術じゃないんだね。まあ日本人だと髪の毛の長さを調節したりとか、そういうヘアスタイルを作るのに櫛を使ってまあ長さを決めたり、バリカンのミリメートルのどんくらい、まあな、そういうことはいいんだけど、そういうのかな、櫛を使わずに一本のバリカンで同じ丸刈りでもかっこいいシェイプにするような技術なの。それで俺のそのシーケンサーっていう、まあ、自動演奏機の使い方は最新型のシーケンサーじゃなくて10年20年ぐらい前の型落ちモデルなんだけど、それでも最新のそういうシーケンサーでも出せないし、昔俺と同じ機種を使ってても出せないようなグルーブが出せる、特にドラムの音な。他のことも多少ちょっとできるんだけど、まあ楽譜、まあギター初心者がこの曲どうやって弾くんだろうとか思って楽譜を買っても、楽譜読めない人はタブ譜っていうのを
買うんだけど、俺楽譜読めないんだな、実は。タブ譜買って、そこのタブ譜っていうのは、あの楽譜の、その、音符の感覚だけではなくて、あの、指板のポイントがな、こことこことここをこう押さえるんだなっていうのが、なんとなくな、こう、アバウトで、かなりアバウトな、適当な、適当に書いてる。あの、耳で聞いて、タブ譜を作る人は耳で聞いて、こう、ここら辺を押さえてんのかなっていう。だから、本人の映像が最近 YouTube で見れるようになったんだけど、本人はそのタブ譜通りのポイントの指板を押さえてねえなっていうのが、あの、解明されるようになったんだけど、あの、それは、あの、それだけではなくて、楽器の音っていうのは、あの、ピッキングの仕方な。それっていうのは楽譜でも表せるんだけど、まあ、ピックの種類によっても、ちょっと違うでしょ。ピックは使ってないんだけど、俺はあんまり、爪とか指の腹で弾くのはこれから練習しようっていう、あの、初心者段階なんだけど、まああるんだけどね、こっち側はね、こっちが実は苦手な、あれ何パリ下手だったのっていう、まあピックっていう道具を使ってもバチな、あの三味線で言うな、バッチの使い方によってピックな、あのピックって何パーって意味があるんだけど、別に何パーだけじゃないんだけど、その扱い方がすごい、あの独特だったり、その人しか出せないピッキングってあるじゃん。指でそれを表現するっていうのは違うでしょ。音色違うでしょ。あんまり上手にできないけどね、指、まあ爪で出す音と指の声はこっち側で出す音と音違うんだよね。それはまだおろそかにしてたんだけど、そのピックを使ってもその個性っていうのは出るから、まあ機械でそういうことを表現しようと結構頑張ったんだけど、まあどこまで真似っていうか、その同じ技術を使ってる人がいるかっていうと、意外とまだいなさそうっていうね、そういう世界。まあギターでそういう指弾きで、そういうマック・ヒースの三文オペラをモリタートね、モリタート弾けるかっていうと、俺あんまりチャレンジしたことないから、今ちょっと試しにやっただけなんだけど、あの素材部分だけねやってみたんだけど、それな、モリターとかマックヒースってやつがいて、ハンバーガーショップのことじゃないんだよ。あのマックヒースって言って、まあ自分の彼女ね、彼女や奥さんと、まあ彼女や奥さんとだけしかベッドの上で朝飯食ったりとか、あの夜食食ったりしないでしょ。深夜とか朝飯とかね、ブランチとかね。だからその時のテーブルマナーでナイフの使い方がもう神業的に上手だったし、マック・ザ・ヒースっていうやつが、あいつのテーブルマナー、ベッドの上のテーブルマナーめっちゃかっこいいらしいよっていう、女の子の間で広まっちゃって、マック・ヒースはいろんな女の子や女の子のボーイフレンドから、あのジェラシーで脅迫っていうか、まあ逃げなきゃいけないことになって、まあその三文オペラっていう、あの演劇ではね、でまあこれ俺の存在消して俺死んじゃったことにしようっていうんで、まあマック・ヒースは自分が死んじゃったことで、まあ誰かを殺したからどっか行っちゃったってことじゃなくて、まあ、自分自身の存在を消すために、あの、親しい仲間の間で、こいつ死んだらしいよっていう話だったんだ。で、まあ、馴染みの友達のいる地域に引っ越して、別に
俺はベッドの上のテーブルマナーのことだけで、こんな目に遭うとは思わなかったっていうやつの話なんだ。だから、それとってもマクイースにとっては、自然にテーブルマナー上手だったんだろうけど、ベッドの中でね、ベッドの上でね。それで、そんなことばっかり要求されても、俺ベッドで一緒に飯食う女の子って、まあそんないろんな女の子と飯食えないじゃんっていうな。食ったら、彼女に、彼女からも捨てられちゃうし、他の女の子からも本気で相手にされねえよねっていう話だったんで、まあ自分が死んだことにしちゃうお話の曲です。モリタートな。うん。まあ、歌詞っていうと、サメは鋭い歯を光らせて、可愛い女の子を食らいつくっていう、まあそのまんま直訳して受け止めるとそうなんだけど、プリティディアっていうな。そういう、だから、可愛いことを、まあ可愛いっていうのは別に見た目が可愛いってわけじゃなくて、プリティっていうのは、英語を日本語に訳すときに、可愛いって、可愛いって、お化粧可愛くすりゃいいのっていうわけじゃなくて、ただ、あどけないっていう意味もあるし、たわいもない仕草とかな。それが、そういう魅力、そういう面で魅力的なことをプリティっていうのね。お化粧の仕方がプリティなんてないんだな。だから、存在がプリティとかな。プリティっていうのは、そういう、一緒に生活したりとか、特別な間柄じゃないと、わかんない。見せちゃいけない。他の、彼女にとっては、彼氏のそのプリティ、彼女のプリティなところを、あんまり見せたくないよね。ここが好きなのに、これ、みんな好きになっちゃったらどうしようっていう。歌な。そういうこと。だから、それな、他の子にその表情を見せられちゃうと困るんだよね、っていうな。私、捨てられちゃうから、っていうか、私が捨てちゃおうかなっていう話になっちゃうじゃん。だから、そうそう。顔がプリティか、プリティじゃねえかとか、そういう、キラキラ系とか言うけど、俺はお化粧がキラキラ系だとか、まあ、そのタトゥーがキラキラ系だとか、ピアスがキラキラ系っていうことは、プリティの判断基準にならないので、そこでは、まずパートナー選ばないし、どこなのっていうことじゃん？本当のパートナー選ぶときにね。うん、だから、いろんな、そういうことな。そういう歌らしいぞっていう。まあ、マクドナルドがどこでもプリティな味が出せるんだったら、出せるから、まあ、チェーン店だからね。みんな行くんだろうけど、行っちゃったけどな。まあ、ハンバーガーショップがどこでも同じように、このハンバーガーショップじゃねえと、この味食えねえのよなっていう、職人技術ってあるはずだから、そういうことだよ。な。チェーン店に儲けられちゃう。俺の味、チェーン店に俺の味真似されて儲けられたんじゃ。俺、商売上がってクビになっちゃうじゃんっていうな。俺しかできない味があったのにっていうな。そういうことでしょっていうな。まあ、あんまり多く語らない方がいいから、だいぶ語っちゃったけどね。ごめんなさい。